プレッテンベルクは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、アルンスベルク行政管区のメルキッシャー軍に属す、中規模軍所属士である。プレッテンベルクは、ザウアーラント西部、北のレネ山地と南のエベ山地との間に位置する。この町は、エルゼ川が、レネ川に注ぐ河口に位置し、グリューネ川とエスター川が、町の中を流れている。このため、フィアテーラーイコールシュタットと呼ばれる。 プレッテンベルク市には公的な宿は存在しない。かつて独立した町村であったオーレと、その他の集落ベディングハウゼン、ブレムケ、アイリングハウゼン、エルハウゼン、エッシェン、フレーリングハウゼン、グリミングハウゼン、ヒンメルマート、ホルトハウゼン、オーベレスエルゼタール、ケビングハウゼン、キュッケルハイム、レトメッケ、エスタータール、パーゼル、ゼルシャイト、ジーゼル、タインデルン、中核市自身が、 現在も地図に記載されている。現在の地域の中心部は、カロリング町以前にすでに、ザクセン人が定住していた。エルゼタールの、ホルトハウゼン、フレーリングハウゼン、ケビングハウゼンといった集落名が、ザクセン時代の古い定住地を意味している。支流のエルゼ川やエスター川から遠くない地形上、守られた平地に、ヘスライフォーという名前の集落が成立した。これが、 後の都市の原型となった。特に良い水を輸出する泉の役割は明らかでないが、農場名のアファンボーンはこれを示している。プレッテンベルクは1072年のグラーフシャフト修道院の文書にヘスライ法として初めて記述されている。古代貴族一門のプレッテンベルク家はここを一族の故郷とした。ホーフプレッテンボラスは 1063年から1078年まで修道院長の文書に登場する。プレッテンベルクは1368年にクレイフェコーに売却された。この集落は1397年にマルクハク・ディートリヒ2世から都市権を授けられた。プレッテンベルクその10年前からすでにマルクハク・エンゲルベルト3世から特許状を得ていた。都市への昇格にもかかわらず、プレッテンベルクは ケルン大司教の不和のリンゴであり続け、主権を誇示する建造物である私壁の建設を禁じられていた。1500年頃にやっと、それまで掘り届類と木作であったプレッテンベルクの防衛施設が私壁に置き換えられた。同時に町は北側に大きく拡張された。この町の都市防衛施設には二つの門があった。オーバートーアはエスター川に架かる橋を経て、 アッテンドルン方面への街道が、ウンタートアはアルンスベルク方面への街道が通っていた。1725年の大化の後、二つの門と紙壁の一部が取り壊され、古い水堀が埋め立てられた。ノイエ通り付近だけには、おそらく14世紀のウンタートアであろう古い門が1800年頃まで存在していた。シュバルツェンベルク上司歴史的な起源は現在ほとんど残されていない。 中心部ではクリストス教会周辺に13世紀の小さな歴史的な核が見られる。オーレシクには古い村の教会がある。シュバルゼンベルク城は古い遺跡だけが残されている。ドゥンケルシェミューレは13世紀から1950年代まで存在していた。プレッテンベルクで多くの犠牲者を出した30年戦争の間、1622年から1623年に、 この町はスペイン軍に占領され、38週間その面倒を見なければならなかった。1634年の陥落後、プレッテンベルクは荒廃し、略奪された。1666年にはブランデンブルクプロイセンがこの町に打撃を与えた。フツラン戦争勃発の1年後、プレッテンベルクは1673年にケルン戦ンテイコーイコールミュンスターフランスの保護状を得た。 しかし、フランス軍が1679年にメルキシェ地方に侵攻し、プレッテンベルクは多額の軍税を支払わなければならなかった。プレッテンベルク郷土館で展示されている1725年の火災以前のプレッテンベルクの復元模型1725年4月12日、火災が地域の94%を焼き尽くした。市壁内のほぼすべての建物が破壊された。 火災後、住民たちは以前の通りに町を再建した。1735年にプレッテンベルク市とアムト・プレッテンベルクはアルテナ軍に編入された。1750年にプレッテンベルクに不老者収容施設が設けられた。1807年から1815年まで市とアムトはフランスの支配下に置かれ、ベルク大公国に吸収された。 プレッテンベルクは1816年からアルンスベルク県アルテナ郡に属した。工業化の時代には川沿いの谷に最初の金属製錬業者が進出し、水力により地元産の金属を加工した。1860年のルールジーク鉄道開通は特に重工業にとって有利に採用した。そのわずか8年前にプレッテンベルクの人々は経済危機を経験していた。 プレッテンベルクは第二次世界大戦によって大部分が破壊された。1944年に爆撃機1機が街のすぐ裏手に墜落した。1945年、プレッテンベルクはアメリカ軍不評第75師団によって占領された。1960年代に街は完全に再開発された。これにより、例えば歴史的都市中心部やプレッテンベルク、 軽便鉄道などが失われた。これらは幅の広い道路や歩行者専用区域に作り替えられた。オーレは1891年にアムトノイエンラーデからアムトプレッテンベルクに移管された。1941年4月1日に市町村新法に基づきアムトの町村とプレッテンベルク市が合併し、新たな都市プレッテンベルクが成立した。 14世紀のプレッテンベルクの人口は500人であった。ペストの流行や30年戦争で人口は年ごとに減少していった。1933年までの人口は現在の市中心部。1998年以降の人口は合併した地区を含む。1998年以降の数値はいずれも12月31日時点のデータである。 2011年人口調査によれば、2011年時点で、福音主義信者が39.7%、ローマイコールカトリック信者が28.2%、無宗教、またはその他の宗教の信者が32.1%であった。この後プロテスタント信者もカトリック信者も数が減少した。 2018年12月31日時点で25,773人の住民のうち、福音主義34.4%、ローマカトリック26.6%で 39.、39.0%が無宗教、またはその他の宗教の信者であった。プレッテンベルクの福音主義教会は、ベスト・ファーレン福音主義教会、リューデンシャイト・プレッテンベルク教会クライスに属している。 プレッテンベルク市長者プレッテンベルクの市議会は36議席である。第二次世界大戦以後の市長を列記するプレッテンベルクは以下の都市と姉妹都市関係にある旧ケビングハウゼン駅付近を走行する保存鉄道クリストス教会エスタータールゼキエスタータールゼキはエスター川の上流にあり310万立方メートルの水を蓄えることができる。 このダムは1904年から1906年に建設された。全長は約2300メートルである。アークバマギスプレッテンベルク、プラッテンベルクヒュイングハウゼン、飛行場スポーツアクティビティのためにこの町は、市の中心部とベディングハウゼン地区及びエスターラウ地区に人工芝のグラウンドを用意している。オーレ地区には天然芝のグラウンドがある。この他のスポーツ施設は、 ホルトハウゼンのアウフデアリート野球屋内プール前にある。施設の総面積は約5万5千平方メートルである。2003年にベディングハウゼンに体験型プールアークバマギスプレッテンベルクが建設され、2008年9月にドイツで最初のルーピングイコールスライダーがオープンした。本市最大のサッカークラブが1889年に 創設された SC ・プレッテンベルクと1891年に設立されたトゥース・プレッテンベルクである。トゥース・プレッテンベルクの男子チームは2019-20年シーズンに別イルクスリーガに参加している。陸上競技については1984年にヘルシャイトのグリューネンタール地区で設立されたプレッテンベルク・ヘルシャイト陸上協会がある。 この陸上協会の運営クラブは、プレッテンベルガースポーツクラブ EV、TSVS タータール1984、トゥースヤーンオーレ 1904EV である。レジャースポーツ、体操、カヌー、バスケットボール、ジャグリング、ダンス部門を有する TB ヤー,ーンプレッテンベルクは1887年に発足した。TB は1000人以上の会員をするプレッテンベルクで、 最も会員数の多いクラブである。1951年に設立された地元の水泳クラブ SV プレッテンベルクには水泳の他にバレーボール、バドミントン、ビーチバレーボール、ステップエアロビクス、マウンテンバイクも用意されている。バドミントンについてはバドミントンフェライン1963もある。ダーツは2015年からトゥースプレッテンベルクの チーム P ダルター1、ダートイコールスポーツイコールクラブプレッテンベルクでも楽しむことができる。射撃競技は地元の8つの射撃クラブあるいは射撃協会が担っている。シャッハフェライニング1920プレッテンベルク EV は1997-98シーズンにチェスのブンデスリーガに参加していた。1932年に設立された。 フリーガーグルペプレッテンベルク、ヘルシャイトは、グライダーや、ウルトラライトプレーンのために、プラッテンベルクヒュイングハウゼン飛行場を利用している。プレッテンベルクでも射撃祭は住民に深く根付いている。射撃祭は、プレッテンベルク射撃協会1836、プレッテンベルクエスタータール射撃クラブ1877、アイリングハウゼン射撃クラブ1899、 プレッテンベルクイコールグリューネタール1924ランデメルト射撃クラブ1927射撃クラブブラウバイ1951プレッテンベルクズントヘレによって内市外及び市区で開催される第40回プルーフォは都市祭は2018年に開催された文化の夏は数週間にわたってプレッテンベルクのゾマーアウゼ多彩なステージプログラム演劇映画 子供劇などが行われる。2004年から、プレッテンベルク周辺の遊歩道で、スポーツイベント、ピーベイクマラソンボーヒエニエンデが開催される。主催者は、プレッテンベルク市のピー、ベイクイコールチームである。ジーゼル水力発電所プレッテンベルクの経済は、ザウアーラントの工業に根ざした、鉄化工業を起源としている。古い産業の多くは、 レネ川の水力を直接単造の動力として利用し、後には流れ込み式水力発電に利用した。プレッテンベルクには二つの水力発電所がある。ジーゼル水力発電所とオーレ水力発電所である。多くの産業が自動車産業や機械、乗り物製造業と密接に関わっている。1846年に設立された財政シュミット。 シュミーデテクニークプレッテンベルク GMBH&COKG 自動車部品製造業者のラッシュウムフォームテクニークオーラー鉄鋼所などがその例である。オーラー鉄鋼所はプレッテンベルクの名誉市民バルトアップファイファーが率いる従業員数1200人のプレッテンベルク最大の雇用種である。この町は中小規模の企業が多い。鉄鋼加工業分野がその多くを占める。 足場製造業者、プレタック AG は長年この町で最も成功した売り上げの高い企業の一つで、1990年代、はじめに株取引の成功によって多額の資本を獲得した。その後一時期 DX の対象銘柄となったが、失敗し、2000年にドイツ株式市場最大級の暴落を起こした。2003年に起こった、 倒産後もプラッテンベルクの職場のほとんどは保持された。現在はデューラ自動車システムに属すビルヘルムシャーデ金属製品工場はアンネローゼイーバーシャーデに引き入られている。2015年6月30日時点におけるプレッテンベルクの社会保険支払い義務のある就労者は12,571人でそのうち69.8%が製造業、30.1%が 商業、交通、運輸業及びその他のサービス業に従事しており、農林業従事者はスカレーセントほどである。製造業者が占める割合の集全体の平均は二十七点八パーセントである。道路、ベルドールよびアウトバーン a 四十五号線による流電車糸方面への接続は、ベルドールまでは連邦道、b 二百三十六号線、そこから先は、 B229 号線を経由する。フィネントロプや、レネシュタットへも B236 号線を利用する。アフェルンを経由してのイエンラーで及び、ヘネタール方面へは、アフェルンまでは、修道 L697 号線、そこから先は L842 号線を利用する。ベストタンジェンテは、バーンホーフ通りのバイパス道路に関するプロジェクトである。このプロジェクトは、 日本の橋と734メートルのヘステンベルクトンネルを建設するもので2006年11月10日に開通した。もともとアウトバーニエ54号線はブルンツム近郊のオランダとの国境からプフェンドルフ、ベルクハイム、ランゲンフェルト、ゾーリンゲン、レムシャイト、ラーデフォルムバルト、ハルバー、リューデンシャイト、ベルドール、プレッテンベルクと、ザウアーラントを通る予定であった。 当時すでに存在していた A45 号線との交差地点は現在の流電車糸北インターチェンジの南に計画されていた。この A54 号線は現在の A542 号線及びゾーリンゲンの新域内を通る修道 L141、N 号線の2区間以外は完成しなかった。鉄道アイリングハウゼン地区のプレッテンベルク駅、アイリングハウゼン地区には 1861年に開通したドイツ鉄道のルールジーク線のプレッテンベルク駅がある。駅は約800万ユーロをかけて2005年から2010年に周辺の環境整備及び歩行者専用区域への改造がなされた。昇降機が設けられ、プラットフォームが完全に刷新された。これにより駅はバリアフリーとなった。 市域内を1896年から1962年まで旅客及び貨物運行をしていたプレッテンベルガー、シュトラーセンバーン EAG が運営する蒸気機関車による軽便鉄道は廃止された。1915年から1996年までドイツ連邦鉄道とその前身となった会社がプレッテンベルクヘルシャイト線を運行していた。この路線が市の西部を結んでいた。 この路線は1965年に旅客運行を終了した。現在その一部がザウアーラント軽ン鉄道として運営されていた。20世紀初めにリューデンシャイトとヘルシャイトの地域を通る路線でフォルメタール鉄道とプレッテンベルカヘルシャイト線とを接続しフォルメタールとレネタールとの間を結びつけようとする計画が立案された。しかし、この計画は 高額な工費がかかることから頓挫した。土木工事は当時すでにヘルシャイトで行われていた。第一次世界大戦に伴い必要な経費が捻出できず、この計画はこれ以上進まなくなった。1920年代にヘルシャイトは鉄道工事を再開しようと試みた。しかし、経済危機による急速なインフレーションの影響で、鉄道建設というテーマは棚上げされた。 そしてその後ドイツでは道路での自動車交通が主力となっていった。路線は約3 3 9トルであった。ザウアーラントの山勝ちの地形のため、計画は大規模なトンネル工事、架橋工事、立体交差工事が盛り込まれていた。例えば、ベルゼタールとアーエタールとの間の連山の全長6 5 0ルのトンネルなどが計画されていた。この他に、 約300メートルのトンネルがヘルシャイトのヘレから射撃ホールのふもとまで通る予定であった。全部で4本、合わせて2175メートルのトンネルが計画された。算定されたトンネルの工費は184万マルクであった。王立鉄道管理部は路線全体の工費を980万マルク、1キロメートルあたり28万9100マルクと見積もった。 バス現在バス交通は主にメルキシェ交通共同体及びルールジークバス交通及びプレッテンベルク市民バスが運行している。自転車ザウアーラントとルール地方とを結ぶ自転車道レネルートがプレッテンベルクを通っている。ジューダーレンダーターゲーブラッド出版社地方日刊誌がジューダーレンダーターゲーブラッドである。プレッテンベルクではラジオ MK で ノルトベストファー練習向けのローカルラジオを聞くことができる。この放送は州メディア局によって送信書ナンバー72から99.5メガヘルツで放送されている。プレッテンベルクは区裁判所の所在地である。この区裁判所はプレッテンベルク市だけでなくヘルシャイ等も管轄しており、ハーゲン地方裁判所の会に組織されている。医療の基盤は クランケンハウス・プレッテンベルクが担っている。この他にイーザーローム職業安定所の支所がある。プレッテンベルクには、一般基礎家庭学校が6校ある、オーレ基礎家庭学校、ハレンシューレ、エッシェンシューレ、マルティン・ドターシューレ、ホルトハウゼン基礎家庭学校、エスタータール基礎家庭学校である。この他プレッテンベルクには、イム・ベディングハウザー・フェルトとゼッペリンシューレの2校の、本家庭学校、 私立ゲシュビスターショル実家学校、私立アルベルトシュバイツアーイコールギムナジウムがある。フィアテラーシューレは、学習障害を重点とする市の養護学校である。レネタール音楽学校は、ベルドールに本部を置いているが、プレッテンベルクにも施設を有している。ありがとうございます。